そろそろ来るはずだけど。みんな暇なんですね。最後ぐらいありがとうとか言えないわけ？じゃあこれ。これは？選別。フニフラのお父さんが作った杖よ。メグミンが作った薬。フニフラ本当はすごく感謝してたんだよ。ユンユンから金を巻き上げるための口実かと。では今度は私から秘蔵の一品を。え、眼帯を？これは力を抑える魔道具なんだ。そんな大事なものをメグミンにあげちゃっていいの？いいんだ。私の夢は作家なんだよ。杖をあげた私たちの立場が。アルカンレティア行きのテレポートそろそろ発動します。行ってきます。それでは良い旅を。我が名はメグミ。そしていつか爆裂魔法を極め。